大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、ファイアプロモーター団体運営モード FMW 編8回目となりますね。えー、現在6年目の4月前回順位としては7位を取ったということで難易度ハードでたった2人で始めた FMW が現在はこれだけ人気も出てきてということになっています。 今後、どういう方向性でいこうか。まだ何も決めていませんが。まあ、やっていきましょうかね。前回ね、それね、ちょっとね、言わないといけないというか、お詫びをしないといけない。前回変な終わり方をしたんですけども、これね、途中でね、あのピンポンが鳴ったんですよ。家の。で、急に、配達物が届くという,うことがありましたので、 そういうことがあって、あれなんか変な感じだなというふうになっておりますが、至って、えー、元気ですので、えー、ご心配、誰もしてないと思いますけどね。というわけで、4月の工業やっていきましょう。えー、っと、今回何試合くんだんやろ ?5 試合か、ね。まあまあね、あとね、そうそう言っとかないといけないのあの、えー、っとね、ちょっとなんかアップデートがあったみたいです。えー バグに対するアップデートでそれほど何かこう大きな、えー、新しい要素が入るようなことはなかったという内容で確認をしておるんですけども、えー、まあ、毎度こういう実況をやって長くというかやってると、えー、こういうアップデートが何かゲームに、えー、の本質に影響が何かあるんじゃないかなということがあってもしかするともしかするかもしれないということだけお話ししておくということですね。お セブン軍団がついにシックスメンのベルトをダッシュ。しかも試合評価は100%。これで人気が上がってくれればね、いいですね。えー、で、最後タイトルマッチ。ザ・シークが、おー、グレートムターから。なるほど、道のくのヘビー級のベルトをかけたんです、ね、まあ71、71%ですけども、まあ、よかった、よかったということですね。はい、えー、満足度84%ならいいでしょう。 何の話をしてましたっけね、えー、あそうそう、まあ、アップデートがあってね、えーまあ、ちょっとどうなるか分かりませんよっていう話を、えー、しておくのと、あと、あのー、今のところなんですけども、FMW に向けたレスラーを、えー、エディットで作って、えーっと、この団体運営モードに、えー、間に合わせる予定は えー、ちょっと未定です。やらないとは言えないんですけども、あのー、まあね、あの上田勝治とか、えー、グレゴリー・ベリチェフとかね、えー、というレスラーを作ったら、えー、この登場させることができる。結局、あのー、えっ、ー、と、スポンス、あじゃないや、えー、サウスポーでもない,いや、スカウトや、スカウトで、 えっと、引っ張り出してこないといけない。見つけてこないといけないんですけども、まあ、レスラーを新しく作ったら、エディト作ったら登場させることができると、えー、いうことは、えー、分かってはいるんですけども、えーまあ、別の、その、試合を行う方のシリーズの関係があって、えー、そっちの方にちょっと今、えー、手をかけていますので、今、ちょっとその、 いくらこの FMW をやってるからといええー、上田勝治とグリゴリー・ベルチェフを作る時間を割く余裕があるかというと今のところないです。はい、ということだけお話しさせていただきながらはやぶさと冬木の因縁が発生しましたので忘れないようにメモをしておきましょう。さあこれではやぶさと冬木ってでも同じ軍団ですよね。 メモしたから大丈夫でしょう。さあ、なんか、何人か見つけたみたいですね。見るマスカラスね。マスカラスはそういらないな。石。うん。給料がちょっと高いんだよな。日の。長田は別にいらない。あ、音量がそういえば FMW にっていうのは言ってましたね。ちょっと声かけてみましょうか。 お金はあるからどうぞ。ああ、ダメか。ダメでした。すいません。えー、というわけでもう、スカウトにはフル稼働させるという方向でいきましょう。見つけてきてください。石川祐希もね、このシリーズが始まるときに、えーっと、エディットで作ったやつを入れた。始まるときじゃないか。途中で入れたんですけど。 え、そっから動いてないっすもんね。ちょっと久しぶりに団体を。うーん、な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 、いえ。レスラーはまだまだ取れるんですね。お金も。他の団体に比べると、ですけど、他の団体こんなにお金持ってんのに何がうまいこといけへんにやろな。国際プロレス。あ、でも5人に増えてる。国際プロレスがね、 なんかやるって言ってて言ましたよね大阪プロレスもやるってのかな大阪プロレスに参戦させてみようか大阪と国際まあダメ元でねはやぶさは行ったらダメやなはやぶさと冬樹は今回は因縁マッチをやるということで誰がいいかな剣王なんかどうですかよし でもう一丁国際国際といえばベルトを持っていない人で人気が高い冬木あ冬木はいいじゃないですかもともと国債でしょあダメですか国債な団体の順位としては12位ですからうちより低いわけですからね ちょっとその辺を加味して。全く、全く受ける気がないな。おし、よし。とりあえず一人ずつだけでいいでしょう。で、えー、っと、工業を打っていきましょう。いつもの通りですね。タイトルマッチ。ブッチャー。ブッチャー。道の、そうですね。ウィング。国際のベルトないし。 グレート・ムタ。タウエのベルトに、グレート・ムタが、えー、挑戦するという、こう、同門対決的なね。ね。いいですよね。これはね。ウィングのベルトに挑戦すると。これだけにしとこうかな。タックタックって今、誰が持ってるんだっ,っけシークとブッチャ。ああ、これは、そうでしたね。だこれは、 えーっと、大仁田軍よりも、足しいく、ちょっと足ボロボロなんや。いやー、でも頑張れ。これは、冬木軍にチャンスをあげましょう。はやぶさ、あ、あ,あ、危ない危ないはやぶさと冬木の試合すんの忘れた。これ、はや,はやぶさと冬木同じ軍団やのにな。はやぶさが寝返るとか、そんなんですかね。えー、そしたら、この二人でどうですか 金村金太郎と雁、えー、之助で行くと。でここで因縁マッチを、えー、冬木とはやぶさを。でここで人気のあるマンモス佐々木と蝶の武藤蝶の上か。で。<coughs> 武藤であとは大仁田とかはめっちゃ残ってるじゃないですかこれもったいないな五藤とうわーすごい大仁田が前座ですよなんという扱いひどい他なんか誰か来る言ってたっけそれはないなこれで全部使い切りましたね 飼育の足が怖いけどまあ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 なんとか5000人は満杯1 6000はきついかあ,あ全然あかんわ2000ならどううーんどっちがいいやろうなう人数多い方がいいないっぱいいろんな人に見てもらいましょうチケットが安くても大丈夫 OK 他団体に2人参戦させている状態でこれならいいでしょうでグッズタオルタオル売れてるよな5000個いっとこう DVD が意外と売れてるなすごいなわあグッズもったいないな弁当は5000個作っといて余るでしょうがまあいいでしょうこれはいまいちうんいっか売り切ろう 設備投資この間なんかめっちゃお金かけた気がする6億1700万もありますからお金は余裕があります寝技、ね、とこれやっとこう故障は怖いもんねもう一応いけるの 両方やって3000万でもいけるはずひょいまだいけるうんこれの方が安いからもう金銭感覚がだんだん重かなくなってきますねこの辺でやめときましょうか怖い怖い,怖いよし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  OK! よし、因縁の対決。あ、でもそうか、これ、これでも、これがあって、あの客足なのかどうなのかわからないですよね。ああ、やっぱりそうなんか、もう決まってて、あの試合があるっていうことを見越した上で、この人数なんでしょうね。おお、大仁田、いいじゃないですか、97%なら、十分前座の役目を。おお。 セブン軍団がなかなか勝てないっすねああ蝶野も勝たれへんあそうか一回ノーマルマッチをしようと思ってたんやねそういう話ちょっとしてましたよねまるっきり覚えてないおタックこれはベルトを移動ですね ハードコア。ああ、ムタがベルトを。なるほど。これでムタが2冠になったわけですね。うん、リーダー争いみたいな感じですかね。まあまあ、でも FMW のベルトじゃまあないけども、というとこですね、えー。空席が目立ちました。それはまあ、1万6000。あ ダンスバーンがベルトを奪ってたなっていうことはうちらないなバト、<laughs> バトレンジャーが大阪のベルトか。負けたなやっぱこう考えると、ダン、あさすがに赤字か。まあまあまあ、あるね。ECW。お国際またやるの ?ECW 国際。大阪ポルなんでそんなシングルトーナメント全あの、連続でできんのよ。 ちょちょちょ、ちょなんでよ、そんな。お前らだけそんなずるカラス、ドスカレスか。ビクジョンテントか。おっん大家と冬木。冬木忙しいな、あんた。今度は大家と揉め事好きね。大家と冬木。はい、大丈夫、メモしたよ。ちょっと、ま、待たないけどね、別に。えーっと、国際。 ダンスバーンあらうち誰か潜り込ましたよねうーんいぶしこうたどっから出てきたの今もしかしていぶしこうたいてんのすごいじゃん剣王ああ決勝で負けたのかバトルレンジャー強いないやもう一回じゃあもう一回いこう さっき忘れんうちに行こう打団体参戦でまず大阪プロレス剣王お前もう書いとけちょっといっくそビビったな大阪プロレスの野郎じゃあんとあ蝶野さんってどうよしで ECW や問題はあ絶縁 <laughs> そうかここ絶縁してんねや <laughs> 人気のあるリスナーなと無理やろなぁまぁ、あ、でもダメ元でいっとくかペタな鉄砲も作戦で無理かなんかパーティーかなんかを開こうって言ったのをうちはえでってみたいなしたんやったかなぁ 無理やなやっぱな雪解けする日は来るんだろうかはいダメでしたねもうやめときましょうえーというわけで入団交渉をしておくんどすかマスカラス兄弟が揃いましたねあんまでも人気なんやなまあ別にうちにはあんまり興味がないですけど日野有志ですよ 火の有志ちょっとどうですかパワーファイター好きなんですよよし,、OK、よし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 コツコツといきましょうまあレスラーの数はねもう団体トップと言ってもいいぐらいの状態になりましたでえー、っと設備投資も業界トップでしょう間違いなくなのでえー どうなんでしょうね、それが揃ってきたら入団しやすくなるとかっていうのもあるんですかね。トーナメント。うちは、あできるかおーノー。ノーマルマッチのトーナメントをやってみましょう。あ違う違う違う。これ、冬木と大家の試合組んだらあかんような気がするんで、やめた。えー、っと、元井。 通常開催のノーマルのマットですよね。で、えー、っと、普通に。じゃあ、こうしてみようか。第一試合がいきなり、こう、因縁の対決っていうのは、なんか別におかしくないですよね。えー、あしまった。昨日野の。えー、冬木と今度は大谷。まあ、これは。 軍団構想的な、ね、この試合だけで1,830人呼べるという、まあ、ことなんでしょうね。えー、というわけでわざとちょっと分かりやすくするために外しておいてブチャのベルトにシ、えークちょっとお休み二冠王となった、えー、ムタが挑戦するということですね。 セブン軍団のリーダーとしてと。で、えー、タイトルマッチ6面、えー、はあやらずに AB 級のタッグを取った金村鴈之助に対してえー、っとこの間大仁田軍から行ったから今度はセブン軍からいきましょうか田上と武藤がいくと。 あとは普通に大仁田をこっちの方に持ってきてあげた方がいいな本当はじゃあ久しぶりに同門対決をしましょうで期待の新人日の雄自体飼育はお休み輪島さんということで今回は これで5000人の会場でやると因縁マッチがあってもこんなもんまあ試合数少なくても試合数じゃないよ。レスラー休まさなあかんのがシークはもうあっはやぶさ残ってたはやぶさもったいないなかといって飼育とやらすわけにもいかんし誰か誰か調子悪い人いない宇和島さんは絶好調でしょ ゆきさんはダメぶっちゃんも元気やしむた蝶の蝶のが調子悪いか蝶の何してんのあそうか蝶のあれかじゃあもう早草は他団体に参戦させますはいということでエントリー完了 <laughs> えー、はやぶさを他団体に参戦どこがいいやろうねスタンピードレスリングドラゴンゲートのベルトは持ってたっけ DDT なんかどうですかちょっと粉かけてみようかはやぶさうんダメかもう無理やもんなじゃあはやぶさおやすみ 給料そうや思い出した給料をこの間上げてなかった気がするちょっとこれで信頼度はい和島さんね了解了解和島さんだけいやいやあの信頼度下がってる人和島さんあできないやんじゃあ今度にしよっかあ信頼できない今度ねはいはいはいああ危ない危ないグッズや T、はい、シャツもうこんだけあちょ5000ででい,いでしょグッズえー、っと軍団グッズは5000いっても多分大丈夫お弁当売れたんやこの間今回は少なめでいいでしょよし拡張はせんでいいやるなお金はどうなんですかね 天下の回り物と言われるぐらいですから使いながら行ったうがいいのかでも今でもあれですもんね何か起きたら一気にお金使い切って倒産の可能性はありませんがうわ引く因縁の対決よまあそういう因縁絡みのセメントマッチは試合として成立しなさそうですね んこれあれですかね試合時間14分10秒ゴールデンアンボンバーからの両投裁フォールって普通和島さんの技ですけどおきて破りで日野雄二が使ってでそれでフォールして勝ったからこういう風になるんですかねへえおきて破りで勝った試合って今あんまり見た気がしいなあ 同門対決はターザン後藤が勝って大仁田がますます追いやられる大仁田のへそが曲がっていくおヘビー・ギュタック防衛この二人人気がちょっとこれで上がりゃいいかなでブッチャーとムタかなおおドクバリエル・ボードロップブッチャーの方が一枚上手と。 ノーマルマッチはやっぱあかんのかな全体的にやっぱりデスマッチの方がいいんですかねその分怪我しにくいとかあるんかなあしかも早送りしちゃった早送り古いなスキップです、ね、はいお,お石川あついに出た石川 勇気へえー、なるほどね <coughs> え輪、ー、島剣豪雁之助これをちょっと先やりますえー、っとまず輪島剣豪雁之助 他に信頼度が下がってるのは誰シークもう早めに早くないかもしれないけどはやぶさあとは大丈夫かなあ金太郎よしまあこれでいいでしょうで 石川祐希を見つけたっつってましたね。ああ、いますね。なるほど。でもこの人は、えー、どちらかというと、UWF 向きなので、うちには呼びません。プラザー屋敷いてるんや。ああ、そりゃ給料高いからやめようって言ったんやな。すいやそうや。音量ね。ヘビー級ですけど、安い。それやったら、でもスワマの方がええよな。 でも音量の方は人気あるんですねうーん永田雄二健介ねそれやったらスワマうーん悩むなデスマッチが似合いそうな人がねやっぱりいいっすもんねうーん そうか。マイケル・エルガン、新日本がね、流出しましたから、声かけてあげようか。という、こう、リアルとうん空想の世界が入り混じるという展開ですね。マイケル・エルガン。あ、それだったら、タつの方が ECW っぽくていいか。ハードコアのね。高い給料高い。うーん。<laughs> 7万7100円安いな偉いなんでこんなマミー叩き売りになってんねマミー、どう <laughs> あっさり来ましたね <laughs> 今までマミーねあのね前回あの WMW という団体でやってた前回の 団体運営モードですよね。の時は、結構活躍してくれたんで、悪い話ではなかったんではないかなということですね。大阪プロレス出したやろあれ結局あかんかった。あっ、超また長野もう。あかんねえ。やっぱり厳しいなあ。 ちょ,ちょっとざーっと見させてくださいねストーカー市川まあ試合としては悪くないですよねうーん大日本かウイングかとあれタイガー・ジェットシーン打ち出してましたっけ ああれあれちょっと待って、これ何タイガージェットシーン、あれうちタイガージェットシーンっていたっけ違う違う、勝手に。じゃあ、撮られんかったんだっけあれちょっと待って、なんか今、おかしなってる。あ、そうか、うしにはいないやな。そうか、そうか、びっくりした。すみません。タイガージェットシーンがなんか勝手にいると思ってしまってた。えー、ああ、新日にグラジ、グラジは欲しいですね。FMW。 ファンとすればね木村健吾の給料は100万を超えていますあすげえみんなすごい給料もらってるああ全日にジャイアントキマラあこれいたんやったっけな最初からあ宮本和知ってるじゃないですかあカムイがへえ全日がえらい人数減りましたねちょっとこの技はまずんじゃないうわあ UWF も減ったなみんな引退していってるんでしょうね ECW。ここはあんまメンバー変わらずなのか。ああ、国債にやっぱりいぶし入ってますね。これは、ああ、内藤と一緒に。うん、いいじゃないですか。国債もだいぶメンバー変わったんですね、これね、多分ね。DDT は変わらず。ちょっと減ったかな。みちのくも、 サスケがまだいますもんね、デルフィンと。ウィングも。ああ、ちょっと変わったかな。井上もそう入ってる。松永がね。大日本はこの辺があんまり変わってませんね。ドラゴンゲート。まあでもシーマが。近藤修二が人気エース。この辺は。 ああ変わってないあ,あザ・シューターはでもここ行ったんですね結局ストイックが集まってるということですねミスティコが神の子えっ、ー、とこれ団体じゃないわえっ、ー、と左からアメリカ日本中南米ヨーロッパ この人気のところね。えー、なので、中南米で S 人気ということになるわけですね。バトレンジャー。あ,あ、ミスター6号が言ってた。それは言ってたっけ。まあまあ、でも、ここはそれっぽいね。お、アキラはちょっとまた違いますけど。はい、すいません。それが見たかっただけです。えー、じゃあ、入団交渉もできたので。 工業打っていきましょう今回はじゃあトーナメントするか久々にできるよな ?OK でタイトルはかけずにああ日野雄二のあれを忘れてたまあいっかどうしようかな日野雄二はまあフリーで。 3つ団体があるからその中で人気のある順番に入れるみたいな感じですかねであとは体調悪い人は休ませる方向でいきましょうか足食直ってよかったあーマミーも入れといてあげよう うわあ、シークとマミーやって。いきなり。で。冬木はちょっとお休みさせ。おぉ、金村金太郎、人気 A, A まで上がってる。すごいな。逆に、剣王が下がってる。はやさでいっといて。で。なるほど。 いや、だいぶレスラー余るなよし、じゃあ、これで、えー、っと、一番一万円工業にしとこう。こう、会場はちっちゃくていいからね。っていう、いつもの。うん、これでいいか。ちっちゃい会場でいいから、一万円という。で、えー、っと、完了にしておいて、 1>, 1万円にする必要ないかな逆に1,000円にしたらどうなるどこまで伸びるあ,あそれでも1万円おおおへえポスター貼るだけでめっちゃ増えるなんでやろうなんかあんのあえじゃもう因縁終わったでしょ と大のもうないですよねへえうんさすがにこれはこうですねいやートーナメントはでも1万円っていうねそういうそういう売り方でいきましょう1万円出しても来るでも普段は安いよと特別トーナメントは特別なんだよと オッケーでグッズを少なめに作っておいて弁当も1,000個でいいから作っておいてでえー、っと他団体に今回は参戦させてベルトを。 太郎んかベルト持ってたっけなベルトをへっぺがしてくる作戦ですねもうここは適当にいきましょう ベルト持ってるはずやから金太郎はタッグでしょ多分ベルトブッチャーはシングルおお似たはケガムタもシングルのベルト持ってる武藤はシックスメンのベルトのはずああもう無理か OK これでいきましょう大丈夫やなはいじゃあ久々のトーナメント開催 あ7月なかなかやっぱ進まんですねおおユージュがやっぱりそんなひよっこには勝たせないですと試合は評価は低いけどもシークはやっぱり強いおマミーがミイラの呪いで勝ちましたよ何の技やったっけな黒攻撃やったかななるほど おぉ、はやぶさが、タイガースープレックス。高度な技で勝利。さあ、二回戦。おぉ、シークが勝った。えー。で、これ、マミー対はやぶさ。マミー勝ったら面白い。おぉ、フルネルソンで勝つ。さあ、シーク対マミー。マミーじゃない、マミ、マミーじゃない。そうおぉ、すげえマミー大活躍。いきなり、いきなり登場して、トーナメントで優勝をかっさらう。 すげえ驚異の新人現るザ・マミー試合評価は低いけどもまあなんとか1万円興行大成功大じゃないか成功そして他のところでベルトを奪ってこないかな国際の三上かダメかうーんさすがにそう簡単にいかんかな ダシュタかおっ、剣をいたよし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 ,よし,よーし大阪プロレスのベルトをヘペがしてきましたね。国際よし、国際狙いを次は。次は国際。<noise> マードックね、びっくりした。バート誰やバートおっ、アメリカの団体、アメリカの雑誌や、間違いない。お WMW の社長から記念パーティーのこれを断ったら絶縁なるんかなこれぐらいならいいですよでこれで団体の関係は良くなるのああなるほど無関心から多分普通になりましたねはいえー、ちょっと待ってよちょっと待ってちょっと待ってよあこれでいいやえっ、ー、と大阪プロレスでなるほど ブラックタイガーとタイトルマッチを行ったんですね。で、剣王が勝って、えー、ということでしたね。なるほど、なるほど。ここは、あ、大家負けてるじゃんか。まあ、大家さんに、ルチャをやれというのは、無理があったかな。で、岩之助がスティーブン・リーガルに、えー、ストイックマッチで勝利。おお、これはいいんじゃないですか。ここは、やってなくて。 でここもなくて、ウィングもなかったか。レザーフェイスタやアズテカって。意味がわかる人にはすごいですね。うわ、ワンマッチ工業や、ここは。うん、体育館でやってんな、これ。ここもワンマッチや。ええー、根性してるな、d d t 国際。ここもワンマッチや。ちょっとみんなレスラートリーさ。 国際がトーナメントっつってたよな、確かな。とりあえずそれを忘れそうや。おゼブラゼブラね。<laughs> ニックネームが、無敵の実力を秘めるアフリカのレスラー。すごいニックネームですよね。え変、ー、わり者はね。 うちが引き受けないとやっぱり <laughs> 無理かまあまあ他団体のためにもうちがスカウトをね働かせるというような展開に徐々になりつつありますね7億円あすそうえ国債やな国債に国債 国際に行かせられんの剣法はもうタイトル持ってしまったからな無藤さんでどうですかよしこれだけにしておきましょうねでえー、っとバラスやっぱタイトルマッチはえー、っとこの間グレートうーん じゃあ、ブッチャーさんが、年やからな、でもな、この人な。剣王がベルトを持ってきたから、ブッチャーのベルトに、剣王が挑むというストーリーでいいですね。おこの試合で あでも199人しか呼ばれへんのそれ比べたらあの因縁マッチで1800人ぐらいってすごいですよねそういうことやったのかそれはすごいなでえー、っとこのタッグはえー、っとこの2人にはまだちょっとあれやな この2人で行こうか。久しぶりにね。大仁田ターザン後藤が挑むと。で、あとは、普通の試合で行きましょう。じゃあ、えー、シークが、前回、トーナメントで優勝したマミーを迎え撃つという感じですかね。で、まだ軍団に入ることが決まっていない日野有志に対して、 えー、セブンの田上彰が声をかけるという感じですね。で、長野は、えっ、ー、と、大仁田軍の大家さんと戦って、和島さんは、あ間違った。ふうん冬木軍の。 おーマンモスササキでハヤブサちょっと首があかんから休ませようかな休ませようでここがグレートムタうわムタチャンピオンなのでああらあハヤブサだけ一人残ったか ねっほか体調悪いのもいないしいい感じですね OK これであ違う違う危ない危ないあ一1万円やからびっくりしたそれやったらこうしてこっちがいいな ね、チケット代は安く人数が多い方が、えー、レスラーの人気も上がったりしないかなチケット代は安いか高いかは人気には関係ないですもんね大きな会場でうんやる方が多分人気は上がりやすいはずなので弁当は5,000個 よしこれで設備大丈夫おやばいこれはまあ無理なんかもうこれ以上無理だねうん7億まで儲かったんでしょこの間だ6億何倍や言ってたのにねっていうことは 故障しない方がありがたいからうひーいってまいここ一気に6000万使ってることいこええ道場のレベルのマックスは多分えーっと10やったかなでしたっけ 前回はもう完全に全てのレベルを上げてえっ、ー、と故障じゃないけどもそのメンテナンスだけしてるような状況になってましたよねおムタがいきなり100%いいですねセブンとしてはおおマンモス佐々木が勝ってまた人気が上がりますねうーん、長野さんちょっと ガードポジションヘッドパット。うん、マウントを取ってそこからヘッドパットで決めてしまう。まあ、レフェリーストップやったらありそうな感じですよね。おー、手を開けた、KO。日野祐二。もうちょっと、もう一つ鼻開かない感じああ、ま、おー、すげえこれはマミー大活躍の予感ですよ。シークに勝ってしまいましたよ。へえおおー。 ベルト防衛、大仁田軍。うわぁ。大仁田、ターザン、後藤が、うん、勝てないのはちょっと、なんか、ね。寂しくなってくる。ああ、剣王さすがに勝てず。ブッチャーが、ベルト防衛と。ブッチャー、こんな強かったんや。よし、大成功。まあまあまあね。今回は、 ベルトはどこもやってないから何もないでしょうね2000ん ?2000 万あれ今回めっちゃあれあれ言ったかんな設備投資したのにそんな儲かってんねやすげえな 8,800万円。っていうことは設備投資4,000万ぐらいしたからそれがなかったらん ?4,000 万上乗せやから6,000万ぐらい儲かってたってことそんなに何回もカチャカチャすいませんね。 やっぱり1万5千人っていうの大きいねんな。お金どんどん使おうかも。じゃあ。ケーキキーコピロフ。うん、なるほどね。ゴールドダスト。ゴールダストが正式名称らしいですけどね。タウエ・ブッチャ。うん。 お金使おうって言ってましたからねい72万安いやん <laughs> おかしくなってきたかなえー、っとあれ誰だっけ田ウエと誰かっつってたような気がするけどな田ウエと誰金太郎 やぶさかな誰やろ輪島輪島にしようでえー、っとちょっとねでもただんとあえー、すごい WWE にカーネル・サンダースとマクドナルドが二人いますよすげえ それはこの2人が戦わせたら2大ファーストフードチェーンの親玉親玉 <laughs> 看板同士うわ新日が3人しかおれへん大丈夫か潰れてますぞワンマッチでもずっと乗り切るんでしょうねうんまあそれに比べたらうちめちゃ増えましたね 増えすぎてこのままでいいのかなとなりますが、えー、気にせず参りましょうそうやなブラザー怪しいわなそれやったらゼブラやなうんまあ来なくてもいいことはないけど他団体とのバランスを考えると 今はこのままでいいかもしれません。えー、っと、工業は今月はね、えー、打てません。バカンスに行く間はダメです。ダメ言うたかしいいな。なので、このままグッズの補充だけをして、えー、今月はお見送りということですね。マスクはせんでいいやろ。弁当は当然作る。 らないで翌月へ行きましょう赤字にはならないはずグッズとね試合をしなくてもこれだけ儲かりますこれだけやなグッズがこれだけ売れてくれるということですねであとスポンサースポンサーを スポンサーを全部断るっていう縛りプレイもありかもしれませんね。めちゃめちゃ恐ろしいですけどね。それ、それ面白いな。ちょっとメモしとこスポンサーなし。まあこれはね、あの、なんていうんですか。自分で選択できるものなんで。スポンサーと放送契約なし。 もう本当に純粋にああついに来てしまった大仁田よありがとうついにあなたたち元祖というか団体を立ち上げたああ大仁田の石は俺たちが引き継ぎますありがとうでも復活するんでしょあなたまた今度あの えと海外で復活するみたいですもんね、あのダミアン、ダミアントリプルシックスというレスラーがいて、えーと、そこで声かけてもらって、向こうで、えーとえー、デスマッチ、えー、次元爆破とか、なんやったっけ。 戦の試合をやるっていうニュースが出てましたねもう体が動く限りあの人は引退しないんでしょうねリングにでも上がれる以上はやるでしょうねそうか大仁田引退な高野俊二いいですよちょっと高いな給料それやったらヒロ斎藤の方がいいなあいやちゃうちゃうゼブラ合わせとった まあいっかスカウトをよしオッケーなんかもう一人探してきた言ってたけど誰やったんやああニコライズ、ね・ズーエフねニコライズ・ズーエフ 多分 FMW には不向きですよね。多分というか間違いなく。えー、というわけで、工業を売っていきましょう。うわ、今回が、これが今日の最後になるかさあ、どうしよう。いや、これはこうだ。あー、しまった。この辺の。 ちょっと待ってください。ごめんなさい。やめます。やめますってやめませんけど。あの、団体管理をさっきしてしまいます。あ、軍団や。間違えた。すみません。軍団管理で、えー、現在、無所属の日野とマミー。うーん。どうしよっかな。 んでも日野7にはねこの4人あの7人以外は入れてはいけないというルールにしたとしてうーん日野は大仁田の意思をこう受け継ぐみたいなストーリーでマミーだけはどっちつかずっていうストーリーにずっとしとこうかな。 マミーなぁ。うん。マミーはどっちでもない。とりあえずはね、ちょっと様子を見ましょう。えー。で、これですね。<laughs> 失礼。<laughs> えー、これは変わらず、ブッチャーのベルトに、えー、ザ・シークじゃない、失礼、マミーが。 挑戦とここまで絶好調できたんでね。で、他のタイトルマッチ、飼育のタイトルにも誰かが挑みましょう。これは、ムタで行こうがいいか。いや、セブンの一応リーダーである、リーダーじゃなかったっけ。まあ、人気者である、うー田植えが行ってみましょう。もう一応あベルト、もう個やろうか。 まだ何かあったでしょう剣王剣王のベルトにじゃあえっ、ー、とターザン後藤がこっち剣王ってどこなんのあれやったっけ剣王は何 剣王は、あ冬木軍か。そっかそっか。冬木軍のベルトにやっぱり挑戦するのは、なるほど。大仁田の後を継ぐぜって言った日野有志というストーリーでいきましょうか。OK。あとは普通に。えー、っと、ターザン後藤と。 ああマンモス・ササキチャレンジさせてあげなあかんのかなまあいっかマンモス・ササキもなんかあんまりタイトルに絡んでないような気がするでここはこうして冬木と長野って実際にリアルで戦ってきた歴史がありますよねあ冬木軍えらい人気のレスラーが多くなってきたな で、えっ、ー、とここは歌が相手をしてセブン軍団がなかなか人気が上がらないんですよね困ったもんだ輪島輪島さんが余るかなわーすごい もうちょっと頑張ったら10試合組めるようになる。輪島さんが余ったか。余ったって言ったかな。で、輪島さんは、じゃあ、他、えー、団体に行かせると。で、よし、1万6000人満杯になってきましたね。OKOK、いいぞ。で、えー、っと、他団体に3000。 まあダメ元でまあねそらねただあのなぜここに選んだかというと団体の関係が普通に一応なってるんですよねただねスタイルがね違うのが多分そういかないっていうことでしょうねはいあ1時間もうちょっとで超えるやってしまうかどうしようか悩むと 写真集、破棄はもったいない、破棄しない、物は大切にやってしまおう、行ってしまい、さあ、10月ということで、8試合か、もうちょっとやなおー、いいですね、97%。 うーんなんかなんかレフェリーはお金かけてないレフェリーですから、ね、ああ武藤圭司が勝ったこれは良かった良かった人気上がってくれたらいいおーガノスお巌之助92%おお豚が負けちゃったああ腸野が勝ったああこれはセブン軍団としては今回なかなかいいいい興行になってる 81%、マンモン佐々木これはマンモン佐々木ちょっとタイトルマッチ挑戦させないとまずいですねそしてこのまま、えー、現在90%のうわー下がった日野有二ベルト取ったはいいけどさちょっと低いよ、まあ、若いやつにはまだだめなのかね90%で終えてくれたらいやー77%ではだめです 83ぐらいに下がってきたんじゃんまだ85あるかこのでな100%と見きゃいいけどーおーおーザ・マミーが一気に FMW の頂点にすげえなミイラの呪い恐るべしほうはいというわけでえー本日は大成功 これでまあまあまあ多少団体人気が上がるかなあとは特に和島さんも何もなかったのでわ7100万円も儲けておブ WWE かあウィングウィングのベルトでも持ってるからな多分はい6年目の11月ということですがえ大家さんの 直談判が来ているところで今回はこの辺で終わりにしたいと思います最後までお付き合いありがとうございます、えー、では次回も、えー、見逃さないためにもチャンネル登録をよろしくお願いします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 ではまた